今日はビオトープに使う水草を取りにやってきました。ね、あそこにチドメ草。チドメ？ヒメチドメかな？小さいですね、かなり。ね、結構小さめですね。私は勝手にヒメチドメかなって思ってるんですけどね。全部小さめの葉っぱです。ちょっと根っこから抜けないと。お、来た。根っこから、根っこから、お、来た。はい、ね、こんな感じで根っこから抜くことができました。ね、ちょっと残しときます。また生えるように。今日なぜ来たかというとですね、今日4月の中旬なんですけど、4月の一番最後の日曜日にですね、毎年水路の泥掃除があるんですね。水路に溜まったこういうのを、まあ、かき出す掃除イベントがあるんですけどね、その時に水路に生えてる水草も根こそぎゴミとして捨てられてしまうので、まあ当然そこにいる生き物もね、シジミとか結構いるんですけど、全部捨てられてしまうので、まあね、わずかに生き残るものもいるんですけど、そのイベントの前にですね、水草レスキューをしようと思って今日来てます。ね、こういうことしてるとね、何してんのかしらあの人っていう目で近所の人から見られるんですけどね。はい、そこは鉄の精神でいきますよ。ここのチドメ草さっきよりでかいですね。同じ種類なのかもしれないですけどね、大きさに結構違いがあるんですよ。どちらかというと小さい方がビオトープには使いやすかったので、今回は小さいのだけにしておこうかなと思います。ここにもチドメ草が生えてますね。ここはまあ標準的な大きさかな。小さい株はですね、ずっと小さいんですよ。育てていっても。去年試したのは一年中小さかったですね。ね、あそこにもチドメ草生えてますけど、ね、そういうのをそういうのに価値を感じない人たちは泥と一緒に、はい、きれいに捨てていってしまうでしょうね。来週、再来週の日曜日ぐらいですかね、泥上げ。もう間もなくこの水路を水草と生き物が一掃されます。でもね、水草はまた復活しますし、生き物もわずかに生き残ったものが夏には繁殖してるのですごいなと思いますね。大量にね、いなくなってもまた復活しますのでね。泥上げをしなかったらね、水路の環境もかなり豊かになるんじゃないかなって思うんですけど。
昨日までですね、ここにこんもりドーム状の面白い植物があって、ずっと目をつけてて撮ろうと思ってたんですけどね、今日来たらないっていうなぜっていうね、ここだけ剥げ落ちたようになくなってます。昨日まであったんですけどね、あれ欲しかったなね。こうやってどんどんなくなっていきますから、レスキューに来たんですけどなくなってしまってました。はい、ここの田んぼ脇水路、ここにある水草が本命で取りに来たんです。うちに入れてる水草と似てるような気もするんですけどね、ちょっと雰囲気が違うので取っていってみたいと思います。こんな感じですね。これはアナカリスかな。アナカリスですね。この間まで水がひたひただったから調子は良くないみたいですけど、多分アナカリスじゃないかな。この水草はまあうちでも生えてるので、これは新たに取るのは今回はやめておきます。でもすごいな、この下にたくさん良さげな泥と、どうだろうこれ、泥ね、泥は宝だって言ってる人がいましたけどね、そういう風に思えたら楽しくなってきますよ、ビオトープは。ほとんど変な匂いしないですね、ここの泥。いいな、取って帰ろうかな。ちょっと粘度があって、ただの泥というよりはデトリタスですね、これ。うちの美容に入れたのと同じような感じで。ほとんど臭みもない。深くまで掘らなければ臭みはないですね。この上の部分のこれは、この、うまく伝わらないですけど、
このなんていうんですかね、このねっとりしたペーストみたいになってるのはデトリタスですね。